ドルトコロニー、公営企業多くの仲間、いえ家族の犠牲を乗り越えてようやく。だが彼らは貨物の受け取り手であるコロニー労働者たち、火星独立を目指すクーデリアと共に地球へ旅する鉄火団。彼らは労働、しかしまだ結成して間もない自分たちの名がこの地球圏に達し、そして彼らの疑念はほどなくして、一方コロニー内のホテルで待機していたクーデリアのもとに一度お目にかかりたいと思っていましたよ。何？君はここで死ぬべき人ではない。え？すぐに立った方がいい。じきにここは。あなた、そのための武器を鉄火団に運ばせたのは誰だ？あなたの活動を支えてきたし、この意味がわからないほど子供でもあるまい。あの者はあなた、何がいい？微塵も疑う。フミタは私の家族です。本当の姉のように今日まで共に過ごしてき、だが、その男の言葉は嘘。さよなら。待って、彼女を追ってはならない。革命の乙女た君は人々の、そんな、仮面の男の言葉は真実。コロニー労働者たちは鉄火団が届けた貨物で武装化すると、企業側の不当な待遇に長年苦しんできた。わずかな賃金で長時間働かされ、体に限界が来ると解雇され、これ以上事態が深刻化し自分たちの中からボートが。だが労働者と企業側との睨み合いは、や鎮圧という名には程遠い。一方わずかな幸福をも認められず、簡単に切り捨てられるフミタン・アドモスを捜索していたクーデリアは、その殺戮劇の一部始終を目撃する。そして彼女自身も銃口の先に捕らえられていた。フミタン、フミタン、動かないで。まだ連中、これ私に、これは、え、あの火星のスラムでフミタ嫌いだった。え、何も知らないまっすぐなだけの、現実が見えたら。でもあな、ここまで。フミタ、クーデリア、三日月、フミタ、行くよ。ダメよ、私行け、もう。フミタ、we'll be right back.
気ありです。逃がしはしない。前進します。遊んでやるよ。生かして返さん。これで決める。そんな、本当の戦いってやつを。悪いことは言わない。ここらで引いちゃくれないか。
仕掛ける。行くよ。ついてきて。共に行きましょう。今ね、撃って。目の前の天気に通告します。道を開けなさい。奴らに。うわ細かいことはどうでもいい。今はあいつらを守るために戦う。潰しても湧いてくる。まさにゴミ虫そのものだな。こんな俺でも守りたいものがあるんでね。Yeah.
私は、私の声が届いています。皆さんにお伝えします。宇宙の片隅、ドルトコロニーで起きた、私は自分の生まれ育った火星の人々を救う。ギャラルホルンの支配に苦しむ人々は、私はドルトコロニーで自分たちの、しかしそれはあくまで経営陣、一発の銃弾も発射することはなかった。彼らが行動を起こした際、まるで示し合わせたかのように断言します。その爆発は、けれどそれをきっかけに、ギャラ、そしてその戦闘、いえ、私の船はギャラルホル、ギャラルホルンに私は問いたい。あなた方は正義を守る存在ではないのですか。ならば私はそんな正義は認められない。今すぐ私の船を。